おはようございます。稲尾さんです。今回はスケジュール管理の重要性についてお話したいと思います。よろしくお願いします。先週金曜日に、アップした動画と今回もちょっと反省という形で被る部分があるんですけど、まず先週の金曜日に、アップした動画の状況なんですけど、実は、会社に行ったらびっくりすることがありまして、それが、8月4日、実は1ヶ月前に、会社にシフト表を提出したときに、この日を、有給届で休みを入れていたのを借り忘れていて、会社に出勤しました。出勤してから、会社の名簿に私の名前がないのに気づいて、で上司の方に確認したら、今日は、長野さん、今日は、有給届出てますよみたいな形で言われまして、でとぶとぶとそのまま、家帰ったっていう状況であります。その時に関しましては、2ヶ月間、平日は、会社に行って30度以上の暑い、倉庫の中で作業して、で土日も、力仕事のアルバイトに行って、ほぼ、クーラーとか空調とは、遠遠い、環境の中で、ずっと2ヶ月間休みなく、作業をやっていたということもありましたので、完全に脳が思考停止になっていたという状況だったんじゃないかなというふうに思っています。ちなみに2ヶ月間休みなかったので、8月4日に関しましては、朝、誤って会社に行って、11時ぐらいには帰宅したんですけど、そこからもう晩までずっと、ゆっくりというか、もう何も、もうネットビジネスの作業せずに、そのままもう寝てしまったという状況であります。実は今日8月11日なんですけど、私は通常通り会社に出勤するというような状況 でさらにですね、今日が実は、山の日ということも私うっかり忘れてました。なぜうっかり忘れるような状況になっているのかと言いますと、実は10年前のちょうどこの時期っていうのは、私はまだ、倉庫の、スタッフっていうのではなくて、営業をやってました。ですので営業をやってましたら、もちろん、毎日カレンダーも見ますし、アポイントの状況とかもチェックして、今日は今週は、何件何日にアポが入ってる、何日はアポが入ってないという形で常に、カレンダーとかあとスケジュールをチェックしながら自分の営業状況を確認するんですけど、倉庫の、1スタッフという形で、作業してましたら、もう完全にそのスケジュール管理というところがかなり緩くなってしまうような状況で、もうそんな環境になってからもう約7、8年ぐらいという状況で、365日、倉庫は稼働しておりますので、平日も土日も関係なく、祝日も関係なく、で一般的なイベントも関係なく、で昨日に関しましても、もうなんかお盆休みみたいな形で、休まれてる方も、当社の中でもいまして、営業やってる頃でしたら、取引先が、お盆休みで、会社に丸々さん来てないよみたいな形でっていうようなことが相手の会社に電話しても分かる状況ではあるんですけど、もう倉庫の中にっていう、完全にもうスケジュールとは、縁遠いような業種にも転職してしまうと、完全にスケジュール管理っていうところがかなり、疎くなってしまった状況でございます。実は今日は、出勤私の、部署では私一人だけっていうところで、実は昨日、仕事中に、その件についても気づいた状況で、で帰宅してから、妻に明日は私一人だけなんやって話したら、そりゃそうでしょうで、明日祝日やからっていうふうに言われて、でそれから慌ててカレンダー見て、あそうやっていうふうに、気づいた状況でございます。作業、副業のというか、ネットビジネスの作業に関しましては、黙々と毎日、休まず、作業はしている状況ではあるんですけど、ただちょっとスケジュール管理ってところで言う部分になりますと、どうしてもやっぱりちょっとカレンダーと縁遠いような、仕事をやってると、今日が祝日であることすら忘れてしまうような、日々に、完全に
もうそういうような、環境に陥ってしまうと良くないなというふうに感じてますので、ちょっとそういったことも反省しながら、ちょっともうカレンダーも、時々は見ていこうかなというふうに思ってます。やっぱりちょっとスケジュール管理が疎くなりますと、やっぱり副業とかそういったネットビジネスに関しましても、例えば商品を販売するっていう時期に関しましても、極端なこと言いましたら、今日から販売すれば、今日、会社休みとか、夏の、お盆休みとか取ってる方でありましたら、家にいる確率が高いんで、商品を販売するになりましたら11、12、13、この3連休でやるっていうのが本当は一番ベストだったなというふうにちょっと思っておりますので、そういった部分も含めてちょっとスケジュール管理ができてない状況だったんで、そういったところを作業する上でちょっと反省しないといけないような状況で、自分に対しての、反省の内容という形の動画になっております。私みたいな、過ちを皆さんも、しないように、ぜひ、気をつけてください。